大家好，欢迎收睇 Gameplay HK， 有阿俊继续同大家玩刀剑神域夺命空弹。上集我哋得到消息就话阿尔法系统啲零件系唔齐全嘅，我哋需要帮佢揾翻晒翻嚟，咁就已经揾到一个噶啦。而家咧我就想同佢倾下偈先，睇下会有啲乜嘢后续嘅发展，因为有一个对话框出现咗。キリト君，今だよ。以为我明明同阿尔法倾偈嘅，点解变咗同人嘅喂？切！呢只一定系蝎子嚟嘅。なんとかなったな。お疲れ様。佢哋一向都合作无间噶啦，拣呢个啦。はい、アスナの合図でキリトがズガーッと攻撃していてすごかったのです。サンキューな。GGO 版スイッチってとこだね。その息の合ったプレイ、やっぱり二人が恋人だからできるのですか？え？え？直球だね。でもそれはちょっと違うかな。私たちは長い間一緒に戦い続けてきて信頼できるパートナーになったの。だから戦闘中もお互いに考えていることがよくわかるし、息も合わせられるんだと思うよ。信頼できるパートナー。ああ、そうだな。二人で共に戦うことで絆を育んでいった、そんな感じかな。絆ですか。でも、もう、我哋拣呢个先。絆と仲良くすることは違うのですか？仲良くするのもすっごく大事だけど、絆ってそれだけじゃないと思うな。私もマスターとの絆が欲しいです。マスター、絆をください。黐線嘅，你话俾就有噶啦，真系。お願いしてもらうものじゃないかな。あ、だったら格好の舞台があるぜ。確か、あ、ほら、これだ。これは次に開催されるイベントの告知ですね。ペアを組んで戦いに挑む PVP イベントですか。うん、いわゆるタッグトーナメント戦の大会だね。私たちも出場しようと思ってるんだけど。咁嘅话冇人够佢两个打噶喎。因为我哋要挑战试下啦。やります。マスターとの絆を手に入れるために私も参加します。これってライバルを勧誘しちゃったのか。そうだね。キリト君、二人にイベントを紹介したこと後悔するかもね。そんなことは。でも。キリトやアズナに挑戦するつもりで頑張るのです。ああ、お互い勝ち上がれるといいな。マスター、前方に敵を発見です。其实他们都不用怕了，我们边够打呀，看埋落去先。あの人こちらに気づかずに歩いているのです。逃げ場も少ないですし、二人で攻撃すれば楽に倒せそうです。咁点咧？我哋系咪要去打咧？喂，望清楚先。どうして？でもチャンスなのです。初戦を颯爽と勝利できるのに、マスター、どうしてなのですか？まあ中槍あば。これは別方向からの射撃。もしかしてあの敵プレイヤーとコンビを組んでる人ですか？でもごめんなさい、マスター。冇事咪得咯，冇所谓噶。我觉得さっき隠れていた敵に見つかったのは私が騒いだせいなのです。はい、わざと分かりやすい場所に最初の一人を配置することでこちらをおびき出そうとしていたのですね。そしてこちらがのこのこ現れたところを隠れていたもう一人が攻撃をするつもりだった。哇，我觉得如果佢哋咁样嘅话，其实好犀利嘅，即系话一个系追击手，一个咧系对自己好有信心，可以回避所有攻击嘅人嚟啊。拣第二个啦。哦，二人とも
お疲れ。モニターで見てたよ。初戦突破おめでとう。キリとアスナ、どうしたんだ。せっかく勝てたのに、なんか元気ないな。何かあったの。実は。なるほど。確かに最初危なっかしい場面があったもんな。キリトたちにもそう見えていましたか。キリト君、さらに落ち込ませてどうするの。すまん。レイちゃんは足を引っ張っちゃったことを悔やんでるの。それもそうですが、私はこの大会で絆がどんなものなのか知りたいと思っていました。でも絆どころか敵の連携にもあっさり引っかかりそうになってしまいました。戦いの中で育む絆というものは長い間の経験のその先にあるものなのに、敵のあんな簡単な作戦もわからないなんて、このままでは絆どころかマスターに迷惑をかけてしまうだけかもと思うと。其实我觉得咧，就算衰咗都冇乜所谓嘅，因为你要喺失败之中学习噶嘛。今次衰咗，下次学翻，唔好仲同一样嘅招数咪 OK 咯，系咪先？確かに友情や絆を深めていくのには時間がかかるものだな。そもそも気の合わない奴らとはどれだけ一緒にいたって仲良くなんてなれるわけないし。でも絆ってのは時間や経験だけが決めるものじゃないと思うぜ。それはどういうことなのですか。俺が口で言っても仕方ないと思う。きっとアファシスたちが戦いの中で見つけ出していくもの、そんな気がするんだ。戦いの中で見つけ出す。あんまり難しく考えないようにした方がいいかもね。戦いに集中できなければ元も子もないよ。あ、はい。点咧？我哋应该系鼓励下佢。マスター。はい、わかったのです。以为个对话咁就完咗，但系仲有噶喎。点解讲极都有嘅？再倾下偈先。あいつらの二回戦は終わったみたいだな。なんとか勝てたみたいでよかったぜ。うん。でもレイちゃんの動きあんまり良くなかったね。やっぱり考えすぎちゃってるのかも。そうだな。アバシスはマスターをサポートしようとしているけど、マスターの方はそんなことは望んでいない。もっと対等なパートナーとしてアバシスと共に戦っていきたい。きっとそう思ってるんだと思う。そうだね。でもレイちゃんも自分の役割を果たそうと必死なんだと思うよ。そう簡単にそれを捨てることはできないんじゃないかな。だよな。アバシスも間違ってるわけじゃないしな。だからこそこのタッグバトルが何かのきっかけになればいいと思ってたんだけど。そうね。あ、キリト君、ほらあそこ、次の第3回戦の組み合わせが告知されてる。喂，咁打落去，我哋迟早要一战噶喎。あっちも私たちも勝ち上がっている以上、どこかで当たるのは当たり前だけど、ここでぶつかるなんてね。じゃあ、要打。なあ、アスナ、ちょっと考えがあるんだ。あいつらを誘った手前、なんとかしたいって気持ちが消えなくてさ。そうだね。キリト君が言いたいこと、なんとなくわかってるよ。マスター。喂，咁即系点先？唔会特登放水俾我哋啩？ついにキリトたちとの対戦が始まったのです。二人は強敵ですが、負けないように頑張るのです。ここにいたな、二人とも。キリト、アスナ。この戦い、負けるわけにはいかないよ。本気で行かせてもらうからね。もちろんなのです。じゃあ遠慮なく行かせてもらうぜ。さすがはあの二人なのです。とんでもない強さなのです。喂，我觉得咁样交代唔得，要有啲战斗画面，又或者真系俾我哋打先至开心噶，就算输都好啦。一回戦、二回戦の対戦相手とは格が違うのです。マスター、大丈夫ですか。咪住先，我哋拣第二个。我哋话小玲太在意我咧，所以我哋好难合作到，应该咧各自尽自己嘅本分先至啱嘅。それは。でもアファシスにとってマスタ
ターは大切な守るべき人なのです。マスターを守ることは私にとって一番大切な務めなのです。嗱，今次我哋都系要拣第二个，单方面守护系唔啱，我哋要互相守护大家。二人ともここに隠れてたんだな。ついに見つけたぜ。覚悟はいいかな？マスター、危ないのです。咁嘅时候你都仲有得讲嘢？我中意第二个，最值得信赖嘅伙伴就系你可以安心咁将你嘅背后托付俾对方嘅，拣呢一个啦。マスター。わかったのです。では、背中はお任せするのです、マスター。じゃあ、行くよ。なかなかやるね。マスター、二人を追い込めているのです。有乜可能啊？ここで一気に畳みかけるのです。その、とても心苦しいのですが。マスターには、数秒時間稼ぎをしてほしいのです。その間に私がとっておきの技の準備をするのです。咦、圧軸招式咁就交俾你啦。はい、なのです。負けちまったな。我哋竟然会赢，但我睇唔到我点赢，同埋睇唔到压轴招式喎。喂，レイちゃんたちのコンビネーションすごかったね。キリとアスナ。ああ、息もぴったりだったぜ。俺から見ても二人の間にはパートナーとしての絆を感じたぜ。もしかして二人は。ん？いえ、何でもないのです。さあさあ、それよりも次は決勝戦だよ。二人とも頑張ってね。あ、はい、なのです。去到決賽就乜都冇㗎啦。喂，我都起咗啲喎，有啲嘢真係唔見咗喎。唔换，我中意而家嗰套发型都唔换，我中意而家个发型。咁就我哋睇下个阿尔法系统选单先，因为咧上集我开咗金库啊嘛。新しい機能なのです。お金のことですよね。咁就我哋试下用呢个存款设定啊。どれくらい預金するのか選んでください。毎回受け取ったお金の 40% を預金します。其实点解要存款咧？唔通会多啲钱嘅之后，即系有利息咁？唔好理啦，我哋攞钱嘅时候咧，分翻啲入去啦。受け取ったお金の運用はどうしたいですか？リスクと儲けは比例するのですよ。哇，正喎、啊，可以真系可以投资噶、啊。点好咧？高啲，我哋承受得起，最多都打翻翻嚟嘅啫。お金のことですよね。準備はいいですか？好啦，依 AI 設定都可以 set 嘅喎。其實咧，我就想佢優先恢復，我做主力輸出嘅。要咁但好，傾下偈先。哟，景気はどうだい？咩賺得點啊？ああ、そのな、あそのなんというか、あいやいいんだ、呼び止めて悪かったな。ダメだ、ちょっと待ってくれ。シシ、你想点啫？你讲啊。ええ、今日はあいつ連れてないんだ。ほら、あののんきで元気なやつだ。いや、別に連れてこいって言ってるわけじゃねえぞ。けどよ、いつもお前さんと一緒にいるからよ。どんな関係なんだ？主仆咯，好唔好啊？我都冇得拣噶啦。なんだって？あの子が AI？ そうだろう。この間街で見かけたけど、何もないとこで転んでたぜ。真系 AI 好惨啊！咁鬼論盡都有嘅。愉快な性格をしているし、あれが AI なんてな。いや、それなら話が早い。一生に一度の男の頼みと思って聞いてくれ。お前さんのアファシスを譲ってほしい。你发下梦算啦，系唔会转让噶。金やアイテムなら持っているだけ全部払う。
他に条件があるなら言ってくれ。最初はおじさんその2とか言われたけど、全然印象はなかった。抜けているけど大事なところは抑えている。面白いやつだなってさ。それから見かけるたびにドジやったりアホなこと言ってるからよ。なんというか不思議と目が離せなくなってな。俺様は相当強い方だが、仲間の基準は強さじゃねえ。大事なのはハート、それにノリが合うかだ。ああいう面白いやつを俺様の相棒にしたい。ドジでもいい、いやドジなのがいい。俺様が最高のパートナーに育ててみせる。呢啲嘢唔使麻烦你，我哋自己做到啊。トマ、俺様の腹の内はこれで全部だ。頼む、どうか譲ってくれ。真系唔好意思，我哋系同伴嚟噶。まあそうだよね。お前さんは仲間を金で売るタイプじゃねえよね。けどよ、俺様だって一度言ったことは引っ込めねえ。そんなの男じゃないからな。そしてアファシスはアイテム扱い、戦いで奪うことも不可能じゃねえってことは分かってるな。可以靠戦斗嚟夺取。フィールドに出た時は用心しておけ。全力で奪いに行くぜ。死啦！俾啲咁嘅资深玩家袭击我哋，好危险噶。做好准备，预防巴萨特桥喺残影方面嘅袭击。嗱，地图上面咧就冇主线噶啦，我谂咧就需要我哋去到残影方面先至会有新嘅事件。咁我哋而家咧就过咗去残影方面先。好啦，我哋嚟到残影荒野啦，咁应该向前面去到旧文明都市咧，就会俾人袭击嘅。咁我哋而家咧就过咗去先。其实而家个打法咧真系好简单，因为有电脑辅助嘅瞄准咧，我哋只要将个准星移到去个敌人附近啦，就会自动瞄准噶啦，就唔需要自己瞄咁辛苦嘅。近身武器就会有个锐爪，咁啊试俾大家睇下啦。就系咁样，咁只 R 一再出招，超强。咦喂喂喂，但系佢要 C 啲时间嗱，呢个就比较危险啦。我衰，都系换翻枪先。Enemy 啦，喂唔使啦，唔使打佢哋啦，四 level。我哋去前面触发咗个事件先，睇下点样同佢打啦。到着と。待っていたぜ。お前さんたちがフィールドに出てくるのよ。你以为三个人就可以打低我哋噶啦？我哋都有三个啊。話は聞いているわ。あんたレイちゃんを狙ってるんですって？アファシスが欲しいならエネミー狩るなりレンタルなり何でもしなさいよ。俺様が欲しいのはそこのアファシスちゃんただ一人。お断りします。哇！你咁有礼貌，仲要鞠晒躬咁样。そういう率直なところ嫌いじゃないぜ。ほらレイちゃん嫌がってるじゃない。無理やりの勧誘はマナー違反よ。これは勧誘じゃねえ。所有権を得ても俺様はアファシスちゃんの自由を保証する。マスターの登録なんてクソくらいだ。俺様は相棒としてアファシスちゃんが欲しいんだからな。そういういいことを言われるとちょっぴり反応に困ってしまいます。俺様と勝負しろ。今すぐここでだ。我哋可唔可以拒絕か？想問。そこはやる気を見せるところですよマスター。お前さんが受けようが断ろうが俺様の銃のセーフティーはもう外してあるぜ。俺様が勝てばアファシスちゃんをよこせ。その代わりお前さんが勝てばいいアイテムをくれてやる。とびっきりのやつだ。それは欲しいけど勝負の方法は？
お前さんたちもパーティーを組んでいるようだし、俺様の仲間たちと対人戦でどうだい？等我埋身斬瓜你哋啦。どうする？断って逃げちゃうのも手だけど。点好呢？我哋梗系接受对决啦，点会而家走咁衰噶？仕方ないわね。でも相手はベテランプレイヤーよ。油断しないで。喂，开始开始，等阵先。嗱，我哋咧做一击破先。飞刀散らしてくれ。想过你吓？其实我想用剑斩佢哋啊，但系咧，而家用剑斩佢哋唔着数。飞刀散らしてくれ。首先要削弱咗佢哋个，哇，好劲！喂，佢几多 level？ 25 level 啊喂！救命！救咗我先！応援してますよ。オニキ！オニキ！喂，同埋附近好多，救命！救命！好多嘢撞咗埋嚟。回復を頼む。我哋离远少少先。哇，咁样嘅话唔掂喎，好难打。同埋咧，我哋自己冇乜回复嘅手段啊。我谂真系要升下 level 先至得。嗱，好啦，我哋已经发现咗敌人噶，但系唔好理佢住住，因为咧有啲卒仔喺度阻住晒。我希望可以喺打嘅时候咧，尽量唔好。咦，唔见咗嘅喂！我希望喺我哋攻击佢哋嘅时候咧，唔好有啲敌人喺度阻住啊。同埋大家睇到咧，有啲十几 level 嘅蝎子喺度嘅咧，系会影响到我哋嘅。所以咧就要清晒佢哋先。終わりだ。好，拉屎一只搞掂。佢哋好似消失咗喎，系咪啊？喂，见到见到，睇翻过嚟先。Enemy 发现です。留喺度，慢慢阴佢。搞掂搞掂，一个死咗，一个死咗，仲有呢啲啫。哇哇哇哇，走啊走啊走啊！搞掂，你死啊你！哎呀，斩唔到，大镬大镬！保住先。哇，好痛！哎呀，救命啊！过嚟救我啊！快啲，快啲，快啲！応援してますよ。投げるわ。最高です。哇，我发觉因为冇一落人嘅关系咧，其实用刀系好唔着数。やりました。マスターの勝ちです。如果我学到多啲剑嘅技能咧，可能系够打嘅。咁呢个要啲时间去熟习下，今次算啦吓。切，男に二言はね。今回ほらよ、約束の物だ。喂，睇下攞到啲咩先。ねえ、ちょっと待って。今回は？即系唯有下次咯。哼，ついニュービーだと思って手加減しちまったからな。これが俺様の真の実力だと思うなよ。うちの親分はしつこいぞ。喂，乜呢个男人嚟噶？以为女人嚟添。勝つまで絶対諦めないからな。咪住，呢个阿老祖又系男人声嘅。せいぜい覚悟しておくことだ。阿爸哟，再会啦，我哋下次再打过。とんでもないのに目をつけられちゃったわね。人気者はつらいのです。点啊，小玲你，俾人睇上咗好开心咁。又有挑战。咁我哋再打过啦，都系远距离打佢咧系着数啲嘅。咦，咁嘅话可能我可以换下 sniper，我哋今次试下先。嗱，好啦，今次咧佢哋就约咗喺呢一个地方，唔知会唔会伏击我嘅。
咁我就已经换咗 sniper 过嚟，对人应该有着数啲啦啩。哟哟，待ちくたびれちまったぜ。久しぶりだな、アファシスちゃん。そんなに久しぶりじゃないですよ。外に出ると必ずジョーがいますから。跟踪狂嚟嘅喎。親分、追っかけしているのバレバレみたいっすね。俺たち尾行や潜伏系のスキル持ってないしな。またあんたたち？そういうのってね、ストーカーっていうのよ。まあまあ、ジョーはいい人です。この前はお菓子をくれました。陌生人俾嘅嘢唔可以乱食噶。我哋拣到第二个先。細かいことは気にしないでください。何をもらってもジョーの仲間にはなりません。つまりマスターであるお前さんを倒さないとアファシスちゃんは俺様の仲間になれないということだ。どうしてそういう理屈になるのよ。正々堂々と勝負しろ。之前咪同你決一勝負過咯。勝負はこの前もやったでしょ。戦うなら受けて立つけど、レイちゃんをかける意味はないわ。情報でどうだ。アファシスちゃんのパーツを集めているんだろ。咁即係話呢，如果我哋打完呢一場呢，就可以推進咗故事㗎啦。俺様はアファシスちゃんのパーツの情報を持っている。こいつは情報屋で買ったらかなり高くつくぜ。なんでそんなことまで知ってるの。アファシスちゃんのことなら何でも知りたいからな。集めた情報の中にあったのさ。まあ勝負を受けようが断ろうが、俺様の照準はお前さんの眉間に合わせてやるぜ。パーツの情報は欲しいわね。どうする。你问我点解系打过啦。我哋需要零件。そうなるわよね。嗱，今次一开始即刻行开啲先，咁近同佢打唔着数啊！佢咁高 level， 仲要三个对我哋。黑剑，好行开啲先。哇！你睇下，你睇下，如果我唔走啊，死硬啊呢啲位置。阿师，我哋要揾一个远啲嘅位置先。やられたか。匿埋先，匿埋先。用咗专注先。但好难瞄到佢哋，我哋行开少少。サプレッション狙ってこ。素晴らしいです。アファス、あ、仲唔死？你中几多枪先死啊？喂，やられたか。サプレッションです。搞掂把剑。やった。喂，定住啦，定住啦，走人。回復する。回血先，上到边度？上边度？后边。喂，我打紧嘢，你哋过嚟做乜嘢？我哋自己打啫嘛，关你哋鬼事咩？衰人啦！哎呀，唔掂！我哋离得太远啦，虽然安全啊，但系咧好难中啊！呢、这个位置唔得，点啊？又喺边度射我哋？我哋唔可以俾佢埋去，如果埋去嘅话咧就好麻烦噶。最高啦！掂，中一个。心象ってところか。安全啦。さあ、私たちの勝ちよ。パーツの情報をよこしなさい。まさかこの俺様が負けるなんて。一度した約束は必ず守る。ほら、これがパーツの情報だ。パーツが手に入ればさらにパワーアップできるのです。大事な情報をありがとうございます。いいってことよ。さて、敗者は潔く消えるとするか。またな。唉，我都話仲有下次㗎啦。咁唔該，下次記得帶情報嚟啦。
ういい加減諦めればいいのに。レイちゃんもお菓子なんかもらっちゃダメよ。わかりました。今度はアイテムや情報をもらうようにします。唔系啊，你搞错咗，系白山人嘅嘢唔可以乱咁收啊！大型アップデートの続きってまだなのかな。 SBC フリューゲルはまだ解放されてないんでしょ。きっと何かしら仕掛けがあると思う。クエストクリアが条件になっているとかね。咦，会唔会就系呢个 TabX 佢嘅零件齐晒之后先至会开放呢？早く始まらないかな。ワクワクするよね。失礼しますわ。セリスカさん、お久しぶりです。做咩名人嚟呀？同埋点解佢会自己入到嚟呀？あら、クレアちゃん、ここってあなたのホームだったの？え、我哋自己间房嚟嘅。あなた、またレイちゃんから目を離したでしょう。先ほどショップの窓に張り付いて店員 NPC に不審な目で見られているところを保護しました。点啊，你睇中咗啲咩啊？ただいまです。ちょっとだけお散歩に行くだけのつもりだったのです。私がマスターに何も言わず出たのがダメだったのです。いいえ、保護者責任というものがあるの。今回はデイジーちゃんが見つけたからいいけれど、今度見つけたらうちの子にしちゃいますからね。我会反省的啦，对不住啦。セリスカはとても優しいけど、私のマスターはこのマスターなのです。だったらレイちゃんも気をつけてね。マスターのそばを離れたらサポートができません。なぜレイちゃんはお外で迷子になるのですか？別に迷子にはなってないのです。ちょっと帰り道がわからなくなっただけなのです。それって迷子だよね。でも。どうして窓に張り付いていたの？欲しいものがあったのです。お金が足りなかったの？もしかしてお小遣いをもらってないの？マスターはまだヘナチョコだから、マスターの装備を優先したいのです。我哋啲装備好似都唔差噶咯，唔通有啲咩好嘢？アファシスにはお小遣いシステムというものがあるの。自由になるお金を与えることで、その子の個性に応じてアイテムを購入しておいてくれるのよ。時には手に入りにくい武器や強化に役立つアイテムを入手してくれるわ。もちろん変わったものを買ったり、普通にお小遣いとして使う場合もありますけど、どちらにしろ GGO で共に生きるパートナーですもの。少しはそういうところにも気をつけてあげてね。喂，咁即刻俾零用钱，我头先俾咗成一半身家俾佢噶啦。分かっていただければいいんですの。では、突然失礼しましたわ。マスター、今まで言わなくてごめんなさいです。お小遣いシステムを使えるようにしたので、試してみてください。マスターのために。掘り出し物を探してきますね。ねえねえ、あんたいつの間にゼリスカさんと知り合いになったの？やっぱりゼリスカさんって無冠の女王って呼ばれてる人？私も名前を聞いたことがある。でも攻略もしないみたいだし、ランキングでも見かけないよね。そうそう、すっごく強いソロプレイヤーなんだけど、 BOB やイベントには一切出ないの。何度かソロ同士のよしみで助けてもらったりお話ししたことがあるんだ。強いし美人だし優しいし、あんな風になりたいな。へえ、そんなに強いならこの前会った時に決闘を申し込めばよかった。どうだろう、なぜかは知らないけど目立つことが嫌いみたいなんだよね。但点解佢中意追住我嘅，真系神奇噶。好啦，咁我哋今集咧暂时就玩到嚟呢度先啦，攞到一个阿尔法系统零件嘅情报。咁我应该都真系需要升一升 level 先嘅，因为头先对战咧，我真系几输蚀下。升埋 level， 升多少少嘅基本能力值之后咧，我哋再出去打噶啦。嚟到呢度先，多谢各位收睇，我哋下次再见，拜拜。